M15A1CGMC 対空自走砲、M15 対空自走砲は、アメリカ軍が開発した、対空自走砲である。左側面より見た M15A1M3、ハーフトラックの車体後部に、対空砲塔を搭載したもので、オープントップの後面開放型ではあるが、大きな装甲板で囲まれた六角形の砲塔に、M137mm 機関砲1門及び、 M22.7mm 重機関銃2門が装備され、兵員3名が砲塔内に配置されて操作した。大戦中はヨーロッパ戦線や沖縄戦など幅広い戦域で使用されたが、1944年6月のノルマンディ上陸作戦以後は連合国側が制空権を握っていたため、ドイツ空軍の活動は低調で、M15 は対空自走砲としてよりは主に、 体地火力支援車両として用いられた。戦後も陸軍に配備され、朝鮮戦争でも使用されたほか、西側諸国に供与され、日本の陸上自衛隊でも長らく装備された。T28E 一望立てがない方のため方と機銃の配置がよくわかる1944年8月、南部フランスでの撮影 M15 の開発は、 T28 対空自走砲として1941年9月に開始された。当初、軍は 12.7mm 重機関銃4丁を搭載する T37 対空自走砲を採用し、T28 の開発は中止されたが、T37 は試験の結果、能力が不足していると判断され、開発は再開された。車体を M3 ハーフトラックに変更し、 37mm 機関砲1門と水冷式重心型の 12.7mm 重機関12丁を装備する旋回式砲座を備えた車両が T28E1 として1942年6から8月にかけて80両が先行生産され北アフリカに上陸したアメリカ陸軍によって使用された T28E1 が十分な戦果を上げたため 軍は1942年10月に本社を M15CGMC として正式採用し600両の追加発注が行われた。正式採用を受けて追加発注された車両には棒立てを追加する 12.7mm 重機関銃を水冷重心型から空冷重心型に変更するなど実際に使用するにあたって問題とされた点が改良されたが 追加装備により重量が増加し、故障を多発する要因となったため、軽量化を図った新型砲火に換装した改良型が開発され、これは1943年8月12日に M15A1 として正式化され、1943年10月から1944年2月にかけて1652両が生産された。部隊配備後、 新型砲塔は水平射撃時に運転席を含めた車体前半分も射角に入ってしまうという問題が指摘され運転席後方に射角制限用のガードを装備するように設計を変更し既存車両に追加装着するための回収キットも製作されたアメリカ陸軍では本社の運用実績を踏まえ M137mm 機関砲を M140mm 機関砲とした発展系を計画し、1942年より T54 の名称で開発を開始したが、40mm 機関砲は発射反動が強すぎて安定した対空射撃が行えず、T54E1、T58、T59E1、T60、T60E1 と試作車両の改良を繰り返した。 物の問題を改善することができず、40mm 機関砲型の開発は1943年には中止された。第208対空砲兵大隊で運用される M15 スペシャル1945年5月、南西太平洋戦域での撮影なお、オーストラリア中流のアメリカ陸軍第99兵器省では、独自に M3 ハーフトラックより、 M15 仕様に回収した車両に母ース 40mm 機関砲を搭載した自走砲を前線部隊により現地製作している。M15 スペシャルと非公式に命名されたこの改造を 40mm 自走型は戦後も少数が用いられ、朝鮮戦争でも使用された。この改造 40mm 砲型はもっぱら水平、射撃による対地攻撃に用いられたため、 実用に問題はなかったとされる。1950年に勃発した朝鮮戦争においても M15 は使用されたが、この時点において、すでに手法の M137mm 機関砲の生産は弾薬も含めて終了していたため、弾薬の供給が不足し、1951年には日本のアメリカ軍補給省において砲座を撤去して、母ース 40mm 機関砲を 地上用砲画ごと搭載した車両が製作され、これら改造車両は 40mm 機関砲の砲画の名称から M34 の仮名称で故障された。100両余りの M15A1 がこの M34 に改造され、少なくとも2個対空大隊で運用された。M15 は第二次世界大戦におけるアメリカ製兵器としては珍しく、ほぼアメリカ軍でのみ使用され、 大戦中にアメリカ以外に本社を使用した国はレンドリースポーにより百両の対応を受けたソビエトのみである。戦後、米国は各国軍事支援プログラムにより各国に M15 を供与した。前述のように米国ではすでに手法用の弾薬が生産を終了していたために弾薬の供給が不安定で供与先の各国でも弾薬の確保に苦労した。 米軍に習って砲を防放す 40mm 機関砲に乾燥した車両も製作されている。1952年10月15日に行われた保安隊創設記念式典に参加した M15 より、日本の陸上自衛隊にも保安隊発足時に M16 対空自走砲と共に98両が供与され、各師団の校舎特化隊に配備された。 やはり手砲用の 37mm 弾薬の確保に苦労したものの M16 対空自走砲は1974年には前車が退役したのに比べ M15 は後継となる車両がないこともあり1970年代を過ぎても現役で運用されており一部の部隊では1980年代後半まで本車を装備していた九百九十年には東部法を明体に 配備されていた車両が、部隊から退役自然車が、用途廃止となったが、供用元である、米国政府が退役後の処遇について、明確な回答をしなかったため、これらの車両は2000年代に入っても、陸上自衛隊の補給どころの敷地内に、スクラップ状態で保管されていた。陸上自衛隊の師団校舎特化隊の、後継装備としては、本社のような自走校舎機関法ではなく、 牽引式の35平方ミリメートル連装降車機関砲 L-90 が導入され、後には国産の93式近距離地対空誘導弾が導入されている。陸上自衛隊の装備する自走降車機関砲としては国産の87式自走降車機関砲が採用されているが、2018年現在 M15 を装備していた部隊で同車を導入した部隊は、 校舎共同体のみに止まっている M15943 年5月の撮影ありがとうございます。